今日の茨城の生産者さんこんにちはは牛久市にやってきました。こちらでブルーベリーを栽培されている方がいるということで早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。牛久市でブルーベリー栽培をされている方ですか？はい、おなばけブルーベリーの森の本田です。皆さんこんにちは。おなばけブルーベリーの森の本田です。当園は牛久市おなばけ町でブルーベリーの摘み取り体験や販売を行っています。1200坪ある畑では14品種800本のブルーベリーを栽培しています。ブルーベリーは大きく2種類に分けられ、果実の大きさが特徴のハイブッシュ系と、果実が生育途中にウサギの目のように赤くなることから名付けられたラビットアイ系があります。数あるブルーベリーの中でもおすすめしたいのは、大粒で甘みと酸味のバランスがよく爽やかな味のシェイエーラと、味の濃さが特徴のデュークです。どちらも粒が100円玉ほどの大きさになり、皮は柔らかく食べやすい品種です。今が旬のブルーベリーは生で食べるのも良いのですが、ジャムやジュースにしても美味しく召し上がれます。栄養価も高く、ポリフェノールやアントシアニンが豊富です。アントシアニンには皆さんご存知の通り、目の疲労回復や視力低下の予防に効果があると言われています。ぜひ皆さん、牛久市で栽培されたブルーベリーをご賞味ください。ですね、やっぱり摘み取る時が真夏なのと、あと真冬の剪定が一番大変ですね。ブルーベリーは土が酸性じゃないと育たないので、この土の中にピートモスっていう、あの、何て言うでしょうね、土を改良するようなものがたっぷり入ってて、でその上にこのウッドチップを敷き詰めているので、夏場の水やりもいらないんですね、はい、でこのチップのおかげで根っこが、細かい根っこがこうどこまでも伸びるように、はい、栽培しています、はい。ですね、今日のイベントの主催は UFO クラブといって、牛久市の、若手の農家の集まりの会なんですけれども、その会で今回は主催させていただきました。楽しそうですごい、はい、お得感もあったのでやってよかったなって思います。ブルーベリーは目にも体にもとても良いフルーツですので、ぜひ牛久市おなばけ町のブルーベリーの森に摘み取りにいらしてください。